暑い日が続く今日この頃、皆様どうお過ごしですか？今日は私とジジのまったりとした休日ルーティーンを紹介します。休日の朝はぬくぬくの布団から抜けられません。今日はなんとジジの方が先に起きてしまいました。おはよう。おもちゃでジジを呼び寄せてみます。よし、捕まえた。おとなしくなりました、ジジちゃん。ジジちゃんとは私のお家に迷い込んできたのがきっかけです。どれくらいになるんだろう、1年半ぐらい前かな。その時に比べるとだいぶ大きくなりました。痛い。こうやっていつも噛んでくるんですよね。まあそんなところも愛おしいです。ジジちゃん、おいで、こっちおいで、こっちおいで、ジジ、おいで、こっち、おいで。こんな感じで、いつも私が呼んでも来てくれません。来るのはお腹が空いた時だけ。ジジちゃんに愛想尽かされたので本を読みたいと思います。これは私の好きなお洋服の本です。よく服を買った時にもらえる本みたいな、あれを集めるのが好きでよく読んでます。あ、来た？一緒に読む本。いつもこんなに。こんな感じで私の休日はベッドでジジと過ごすことがほとんどです。私たちのいるベッドの上は結構マイペースなのかな。でもたまには外にも出るし、活発的に動くこともあります。そんな時もまた皆さんにお見せできたらいいなと思います。ここで私から見たジジの戯れを皆さんにも共有しておきます。それにしてもジジちゃん本当可愛いんですよね。いつもめちゃくちゃ噛んでくるし、めちゃくちゃいたずらばっかりしてくるけど、そんなところもめっちゃ可愛いです。いや、世界一可愛いな。そんな姿存分に癒されちゃってください。
そろそろお腹空いちゃったかな。ジジちゃんが我慢の限界みたいなので、朝ごはんの時間です。ジジの朝ごはんが終わったので、やっと私のルーティンが始まります。まずはヘアドライヤーして髪を整えます。次はヘアアイロンです。私はもう本当に前髪が命なので、1日3回か4回ぐらいアイロンしちゃいます。最近は前髪をパッツンにして、ちょっと薄くシースルーっぽくするのがマイブームです。ということで、これが私とジジのゆったり休日ルーティーンでした。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 ST48 の谷口真比奈でした。